これはおそらくイベゴのトラックではないかなと推定されるんですが、まあ、イベゴのトラックとしては1993年建設用車両のためのシャーシーとしてシリーズ化されたユーロトラッカーは 4×2、4×4、3人、6×4、4人、8×4 のラインナップを持ち、 GVW は最大40トンまで、 GCW は85トンまで揃っている。で、用途はダンプ、コンクリートミキサー、除雪車など広範囲にわたっているんですね。で、加湿性を向上させるため、フレーム上面やキャブの後半に通じがない、エンジンは300馬力から420馬力が採用されていますね。で、これはまあダンプのものでして、まあ、ダンプだと GVW26 トン、370馬力エンジンで搭載 の、まあのトラックになります。で、まあ、中には 6×4 人ダンプなんてのもあるみたいですね。で、まあ、おそらくイベゴのトラックではないかと思うんですね。イベゴってのは、まあ、ドイツにあるトラックメーカー、トラックメーカーで、ね、そこから出されてるんですね。まあ、当たり前なんですかもしれないけど、海外にもね、こうトラックっていうのが存在していまして、まあ、そういうところでね、活躍する、車でもある、があるという形なんですが、まあ、なかなか、それもそれでね、日本ではあまりお見かけすることがあまりないというね、まあそういう車ですね。まあなかなかいいよね。で、実際この顔と同時によく似てるのが、その同じ、イベゴ製の、まあ、消防車っていうのがあったんですね。で、その消防車っていうのはマルビッサというところから、作られていて、で、それをイベゴを通してね、その消防車っていうのを独自に作ったのなんですよ。で、それと顔がよく似てるんですね、彼。だから多分そういう車ではないかなと思うんですけどね。ただ日本のトラックではないのは、これは確実ではないかと。これ顔から見ても日本のトラックではおそらくないですね。まあなかなかそういうところがあって面白いなっていうふうにね、思います。まあこれはちなみにマイストのミニカートミカです。マイストのトミカです。マイストのミニカーで、もともとマイストってのは100円ショップとかにあったもの。まあ今のマイストのミニカー随分ね、安っぽくなっちゃってね、残念なんですけど、昔はそのマイストのミニカーはこういうのがあって、で、それで、発売されていた、車になって、なかなかいいなっていうようなね、感じでございましたね。これも当時は8円、108円じゃない、あの時まだ消費税がまだ 8% なのまでから105円かって書いた時代ですね。まあなかなか迫力があって良かった。まあ100円の、ね、ミニカーとしては非常によくできてるなっていう感じでございましたね。どうもありがとうございました。